越村井さんは日本の歴史学者。専門は東欧市でクロアチアのアニメーションなどの表彰文化と社会史の関係等を研究対象とする東京造形大学教授、東京造形大学副学長や東欧市研究会委員長等を務めた富山県南都市出身、富山県立福の高等学校を経て1977年、 一橋大学法学部卒業後、ユーゴスラビア政府小学生として留学し、1980年、ザグレブ大学大学院政治学研究科修士、家庭修了、政治学修士。1985年、一橋大学大学院社会学研究科博士、家庭単位取得。1992年、東南欧農民運動士の研究で、 一橋大学社会学博士。審査員、由井大三郎、土井久志の加藤哲郎。1985年一橋大学社会学部助手。1987年千葉大学文学部助手。1991年東京造形大学造形学部助教授。1997年東京造形大学学長補佐。1998年。 東京造形大学造形学部教授。2008年東京造形大学造形学部長。2009年学校法人、桑沢学園評議員。2012年東京造形大学副学長。この間、中央大学法学部非常勤講師、一橋大学社会学部非常勤講師、早稲田大学大学院経済学研究科、非常勤講師、広島国際。 アニメーションフェスティバルデリーブルティン編集長等も歴任。専攻はクロアティアなど東欧の社会や思想、運動の歴史で多文化共生やアニメーションなどの表彰文化と社会史の関係を研究テーマとする。1994年から1996年まで東欧市研究会委員長。ありがとうございます。